粉ととんかつって覚えてる？覚えてるよ。覚えてるけど全然食べてる。ということで一番最初の観光スポット2日目一番最初の観光スポットは観光スポットはじゃん、霧島神宮に参りました。こちら、うん、ここなんだって。ちょっとね、私たち初詣に行った時におみくじも引いちゃったから、うん、今日はおみくじはなしで、はい。記念撮影しとく。記念撮影しとこっか、うん、はい、チーズ。オッケー、ありがとう。結構さ、2人で神社来ること多いよね。多い。私たちなんかお参り違ってみたいな、だいたい行くよね、その土地の、はい、ね。すごいよ、見て本殿めっちゃ綺麗じゃない？こんな綺麗なの、うん、なんか豪華だね、ここ。すごい木で囲まれてる。ああ。で、何お願いしたんですか？お願いっていうか、うん、いやまあでもとりあえずね、初めて鹿児島にね、無事に来させていただきましたっていう、うん、ご報告と挨拶だね。挨拶をさせていただきました、うん、同じ。お土産物屋さんあるって。はい、行きましょう。じゃあお土産屋さんね、ここ。お土産屋さんで、はい、参拝記念のほこもち買ってこっかな。ぜんざいもあるって。ぜんざいもあるの？いや、でもアイス。でもね、あの、黒豚食べれるよ。ああ、そっか。うん。ぜんざいを一つ。持ち入ってる。持ち入ってる。いただきまーす。寒いからね。お餅が伸びてたけど。ね、これ絶対食べてね。霧島来たら絶対、霧島神宮に来たら絶対に食べてください。ぜんざい美味しくない？絶対絶対食べてほしいよね。絶対、これは絶対、ぜんざいを絶対いただいてください。伸びる。この後とんかつって覚えてる？覚えてるよ。覚えてるけどぜんざい食べてる。あの、人生1位の前菜ここにあります。ということで着きました。こちら黒豚の館です。黒豚の館、はい、どうしてもどうしても霧島といえばの黒豚の館。出たかった分割。いたしました。6畳ロースカツ定食になります。はい。わあ。え、大きくない？カツ。めっちゃ大きくない？ヒレカツ定食になります。ありがとうございます。はあ、ありがとうございます。はあ。とんかつ越しの優子。私は箸置きこうするタイプ。どうやって折るの？え、普通に半分に折ってこうやって折るんだよ。かわいい。うん。せーの、いただきます。美味しそうじゃん。やばいやばいやばい。じゃあまずヒレをいただきます。うん、うん、おいしい。柔らかい。なんかお肉の味がギュッとしてるって感じ。ギュッと、うん、美味しい。なんかあっさり系のとんかつって感じ。これはヒレは結構あっさりかも。あとからしつけるともう美味しいよね。とんかつはからしだよね。いただきますよ。はい、美味しいです。うん、これはね、うん、うん、
なんかね、油の旨味がすごい、うん、甘い、うん、最高、幸せね、うん、うん、ヒレかな、ヒレ派、もうロースもすっごい美味しいんだけど、うん、このヒレのギュッと詰まってる感が最高に美味しい、うん、最高、最高、ごちそうさまでした、美味しかったね。なんかリーサさんの YouTube よく見る、めっちゃ見る面白いよね、ほんと元気出る、あれ見てると、じゃあ元気の出る感じのオープニングのなんかセリフの方がいいのかなそういうのなくていいの、まあ、今決めるわけじゃないかもしれないけど、なんかないの、あった方がいいかな、まあ、でもシンプルでいいんじゃない、うん、普通に歩きとかでいいじゃん私もう一個思いついた、あ、どうぞ、これが私だとして、うん、でそこにカメラいてね、うん、でこっからダーッて走ってきて後ろ向きで、うん、でここからキュッて戻ってきて、あ、ラッキー歩きどうですか、あ、いいんじゃない、ちょっと後でそれ やってみよう、オープニングのやつさ、この間さっき話したやつ撮ってみよう、撮ってみよう、いきます、歩き歩きどうかな、どう思うこれ、要検討であなたこそアート触れるアートっていいよね、貴重。